武蔵野競技場線は、かつて、日本国有鉄道が運行していた、中央本線の支線の通称である。第二次世界大戦後の1951年4月14日、当時の国鉄中央本線の支線として、武蔵野競技場線、三鷹武蔵野競技場前間 3.2km が、開業した。1950年5月に廃止された旧、 中島飛行機武蔵野製作所の引っ込め線跡を利用し、1951年に開場した武蔵野グリーンパーク野球場の試合開催日などの乗客輸送を目的としたものである。当時は野球ブームで国鉄も1950年のプロ野球にリーグ制成立と同時に国鉄スワローズを設立しており、同球場もプロ野球の本拠地球場を目指していたという説もある。 しかし、東京都心部からの倒査やスタジアム設備の悪さが問題とされ、当初も苦論んでいたプロ野球の本拠地招致には失敗したため、球場は単なる競技施設となった。そのため、翌年からは列車が運行されることはなく、1956年の球場閉鎖を受けて、1959年11月1日に、同線は廃線となった。 三鷹駅武蔵野競技場前駅廃線跡のグリーンパーク遊歩道跡地はほとんど遊歩道になり、ところどころに名残が残る。三鷹市内では廃線跡が堀屋遊歩道に変わり、国鉄保有地との境界だったことを示す、高マークの境界ぐがたくさん残る。当時の橋台を再利用した銀南橋で玉川上水を越えると武蔵野市に入り、 グリーンパーク遊歩道に名を変える。整備が進み、境界ぐいがないまま、井の頭通りを越え、しばらく進むと、赤前校舎法跡、赤前公園が途中にあり、周辺は、当時の鉄道柵や境界ぐいが残る。グリーンパーク遊歩道が終わると、武蔵野中央公園脇の小道に入り、さらに進むと、都営アパートの敷地になり、武蔵野ガリレアとの境界のところに赤いペンキが塗られた。 境界部位が二つ残る。終点の駅舎跡は分場マンションの武蔵野ガリレアに変わった。堺上水上への引き込み線の跡が対照的に武蔵堺駅側から伸びている。武蔵野グリーンパーク野球場跡地は日本住宅公団が土地を買い、現在は武蔵野緑町パークタウンというマンションになっている。線路跡は緩やかな坂が残るのみである。 ありがとうございます。